ポカちゃん、なんか弱って見えるけど大丈夫？弱ってないですよ。鼻の頭かわいてるよ。本当ですか？うん、鼻の頭って何？ん？犬？鼻のトップか。あ、犬か。よくわかんないですけど、うん。でも犬はあれですよね。鼻が乾いてると病気してるっていう証拠。してました？うん。犬になっちゃった。大丈夫か？よしよし。猫のヒゲはもう神経そのあれセンサーなんだってね、ヒゲって、ね。あ、そうなんですか。引っ張ったりしますよ、たまに。あ、かわいそう。たまにはいいな、これな。久しぶりに。公開直前だもんな、まあいいか。いやっぱ暑くなってきた。それ D は何？ダメっていうこと？わかんないですね。なんで D ってある？わかんない。ヒートテックが見える。いやだ、いやだ、刺激強い。思春期が新規じゃないわな。さあ、第2部が始まりました。久しぶりですね、こういう始まり方ね。本当ですね、いつもミュージックで始まりました。なんかあの歌歌ったりしてましたからね。大岡と申します、よろしくお願いします。アシスタントの大岡ちゃんに変わりましたけど、最近岡村さん、私を紹介するときなんだっけこの女とか言うじゃないですか。なんか出てこないんですよ、ね、大丈夫ですか？しっかりしてください。大丈夫です。大丈夫、大丈夫じゃないでしょ。本当にね、この間大女優の替え歌で大王歌というのを作ったんですけど。何ですか大王歌？これはまだ歌うには早いんで、2ヶ月後ぐらいに歌いたいと思いますけど、ね。絶対あれですね、文句ばっかりになってる、ね。なんでわかるんですか？ただね、大王歌って俺何回出たのか、大王怒りに出るね。大王歌ってなんか、大岡ちゃんがもっと大きくなったっていうか、ビッグになったっていう意味でね。で、もうなんかの目がね、察知してるし、あ、これ私に対する批判の歌だなっていうのを。もうすごい察知できます。大王か中央か高王かというのをね、今後やろうかと思ってるんですけどね。はい、さっきの島岡さんの話、長かったですか？島岡さん話してました？うん、話してたんですよ。聞いてなかったんですか？うん、集中してました。なるほど。というわけでございまして、大岡ちゃんは、いろいろと頑張ってますね。いや、皆さん頑張ってますよ。うん。皆さん頑張ってますけど、もっと頑張ります、最近は何を一番頑張ってるんですか？何を一番頑張ってる、何を一番頑張ってる、いや、ヨガじゃない。普通にも朝筋トレしますけど、習慣、私の習慣は筋トレ、朝、何やるの？朝起きて腹筋と背筋、背筋って背筋は背筋と、管が詰まった時に背筋の人呼ばなきゃいけない。そうですね、そっちじゃなくって、俺ぐらいの年だと普通にあちこちの管が詰まってますけどね。あ、そうですね、血栓とかね。いや、よくわかんないけど、なんかは、だけど、なんかそう、だけどっていうか、こう側筋と背筋と、側筋はね、一番くびれるんですよ。側筋、殿のそばにいる人じゃなくて、そっちじゃなくて、あの、この脇の筋肉のこと側筋っていうの？違う、あの、ウエストのくびれるところ、側近、そこを、あの女の子なんていうなんだ、お姉さん座りあるじゃないですか、はいはい、あれでここをあの足を押さえて、足はベッド、もう一人だからベッドで押さえてもらって、こうやってキープするんですよ。それは何分ぐらいあるんですか？何分っていうか、もう本当に短いです。15秒で30秒キープとか。ほう、それを2セットするんですよ。ですね、そういうのすると、なんかこう、力がこう、みなぎってくる。そう、で今また下がってきたところですか。でも今日はね、ちょっとね、できなかった。そういう日もあってもいい。僕なんかもうね、最近寒いから電気毛布入れてるんですけどね。あ、分かります。昔は電気毛布なんか入れると、自粛さんって嫌だと思ってたんですけど、今あれなしに生きていけないぐらいで。そうそうそう。そう。でもなんかこう、暖房だと、顔が乾燥するじゃないですか。ね、だから、電気毛布だと、あったかいですよね。そうそう。で、僕も今夜、寝るの夜、大体朝の5時半ぐらい寝てますから、それで11時に今日目覚まし合わせてて、電気毛布で、眠たい、もう一回寝ようと思ったんですけど、それでもう一回寝てしまって、一回、12時半だったことがあったんですよ、この月曜日に。それで真っ青になったことがあったんで、もう一回寝るのやめてきましたけど、すいません、久しぶりにどうでもいい話をしてしまいました。申し訳ございません。もう先ほどまで宗教と神はどうだって話をしてたのに、もう非常にレベルが下がってしまいました。今日はですね、ゴンドラという映画をこの後大特集いたします。30年ぶりで会います。30年ぶり。ぶりに会いました、先ほど。伊藤千代監督の、これ傑作です。
まず伊藤千代さんの選曲で後半はお送りします。この曲の後監督の登場です。アデル、Rolling in the Deep。 Rolling in the Deep、 アデルでした。かっこいいですね。かっこいい、はい、口ずさんでしまうんです ね、 ね、今日は30年ぶりぐらいで会いまして、ちょっと感無量ですが、いや僕もびっくりしてますね、はい、またこういう機会で、お久しぶりです。お久しぶりです、はい、映画ゴンドラの伊藤千翔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、監督の第1回作品がこの度、ほぼ30年ぶりで公開になるという、リバイバル上映ですね、はいはい、来ていただきました。この話は後ほどじっくりお伺いしますけども、あれ隣に誰か、なんか監督に似てる方、監督に似てる、なんかうさん、うさん、うさん、いやとってもうさんいい感じの、うさんいい感じのうさくさいよ、うさん無償しないでください。あなたの名前をどうぞ。はい、僕は今回はですね、この伊藤監督の弟子として来ております、俳優の日野聡です。よろしくお願いします。日野聡さん、あの飛ぶっていう感じに飛ぶっていう感じに、野原ののに悟るに志す、はい、いいです、はい、ありがとうございます。日野聡さんのコーナーをちょっとだけ監督先にやらないと、あのどっかに行ってしまうと、せっかく今日来ていただいて、とにかく日野聡さんはこのゴンドラの話はゆっくりしますけど、これ30年前の映画なので、はい、これに出ているわけではない。そうですね、はい、で監督の弟子ということは、その伊藤千翔さんのどういうところがいいと思って今弟子になったんでしょう。正直に言いましょう。いや僕の目ははっきり見なさい。なんか怖かったんです。伊藤さんがでしょ。そうです、そうです私もです、はい、うん、いやいや19歳の時にね、うん、そうですね、六本木でね、うん、伊藤さんがやってる、まあ、今でもありますけど、クリエイティブスペースオムっていう、うん、スペースですね、うん、そこで舞台をお芝居をやらせていただいて、うん、その時に初めてお会いしたんですけどもね、うん、まあ気に入っていただいたのもありますし、僕自身が一緒に勉強させていただきたいなっていうのがあって、その後2回ですかね、公演やらせていただいて、その後からまあ本当この闘魂組というすごい、名前の通り闘魂だけの、なんていうんですかね、演劇修練場みたいななんかあれですね、体育会系という感じがしますね。もう思いっきり体育会系ですよね、というところでやりつつ、今俳優さんをやってらっしゃるということでございまして、はい、まあいっぱい出てますね。V シネマも多いし、映画もいっぱい、舞台ももうお父さん、深夜の4時もで、この探偵はバーをやる、はい、というのがバーがね、めっちゃ似合ってる、去年ね、似合ってる感じですね、うん、去年5月に、まあ、ビデオ発売になりました。これ主演をなさってるんですけど、はい、というのがあったり、あとこれはちょっと今見れますね、伝えとか行けば見れる、あ、見れますね、バーをやるというのがありました、はい、これはどんなストーリーか、ちょっとだけ教えてください。あ、もうこれもう本当ベタですけどもね、探偵はバーにいるっていうのがありました。もうお金のない探偵がね、うん、お金になれないことをやって、大体お金がない探偵が多いですね。お金持ちの探偵は出てこない、うん、まあ本当アクセサリーものすごいお金かかってるもしかしてないんですけど、うんうんうん、まあそうだ、そんなもんです、そんなもんです、うん、まあぜひ見ていただければ、事件に巻き込まれるという王道を言っているという話ですね、はい、まあ、最後解決するということですね。そうですね、まあ本当に70年代のドラマをやりたいっていうのがもうスタート、増田優作さんのね、探偵物語とか、そうですね、木津田家の天使とかやっぱり好きだったんで、ね、どっち派、木津天派か探偵物語派か、僕はもうダントツ木津田家の天使ですね。ナイスティミーチ、僕もそうですね、もう今見てもいいね。で、今当時はテレビであんまり考えてみなかったんですけど、今考えると、深作欣二さんとかが監督されてて、市川新司さんがね、脚本を書いてたりとか、熊代監督もやって、熊代辰巳さんもそうです、だからすごいメンバーがテレビでね、やってて、で、今見てもなんか切ないし、まだもう19か20歳の水谷豊さんが、兄貴、兄貴って来てね、いわゆるバディームービーの走りみたいなね。結構重たかったですよね、テーマがね。テーマがね、やっぱり毎回重たいですね。74、5年あたりだったから、ね、当時のまだちょっと学生運動とかの残り火、全教徒の残り火も感じるような内容があったりね。ありました。亡くなったけどもね、岸田京子さんがね、綾部孝子っていうね、なんか怪しいマニアックな探偵事務所の社長なんですよ、で、おさむちゃんと言いながら結構いいように使っててね、でそれの部下が岸田新さんっていうの、ね、もう不気味でしたね。で、刑事は西村浩、水戸黄門などうちの成田美紀夫、全部死んだな、しかし本当ですよね、岸田新知らない、もういいんですよ、まあ知らんと思う。で、成田美紀夫がね、工藤ちゃんっていうね、刑事でね、もうオーバーアクトでね面白かったな、ああいうのまたやりたいですよ。いや、本当ですね、いい時代だと。というのに出てらっしゃいます、はい、日野聡さん、そして舞台がございます。あ、舞台はありがとうございます、はい、うん、
ね、4月ですね、2週目でしょ、ね、4月11日から16日までチームクレセント、はい、もうどういった舞台ですか。これね、お菓子放浪記といってですね、実際映画とかテレビにもなってる作品ですね。西村茂先生の、まあ、自伝なんですね、うん、本当にお菓子を食べるということだけが子供時代のもう生きがいなんですね、子供なのに、うん、で衝撃なのはそのお腹が空いて耐えられなくて自殺をするような子供が痛みが分からない、お腹が空いて、まあ、昭和15年ぐらいの話ですね、自殺をする、もうその衝撃ですね、やっぱりこの舞台っていうのはね、うん、だから生きがいがお菓子だ、お菓子がなくなると、もう死にたくなるというようなストーリーですね、はい、お菓子放浪記、これがなんとミュージカル、そうです、うん、はい、歌います。主演やらせていただく、主演で日野さんどんな役なんですか。その茂の大人になった時ですね、うん、でその回想が多いんですけども、うん、少年時代のまあ僕の子供、茂の子供役と僕はその大人なんでストーリーテイラー的に、うん、随所で出て、まあ、歌ってというような、感じですね。ちょっと狂言回し的な、そうですね、前編に出てくる役という、はい、はい、分かりました。これが、アウルスポットという、はい、ところで、これ場所どこですか、アウルスポットは。どこだったっけな分かんない、うん、ちょっとじゃあ後で調べてみましょう。はい、すいません。東池袋ですね。あ、今さすが島岡みのぶ、ありがとうございます。東池袋のアウルスポットで4月11日から16日まで詳しくはですね、お菓子ミュージカルお菓子放浪記で検索していただければ、はい、はい、お願いします。これはちょっと頭に、日野さとしさん、はい、日野は飛ぶ野原、はい、さとしは悟るという字ですに志す、はい、日野さとし、日野さとしもう帰っていただいてもいいですね。お疲れ様でした。まだゴンドラ、まだまだ、ゴンドラ。この後、ちょっと皆さん、ゴンドラという、これはね、はい、一言では言えない、心に滲んでくるような映画なんですけども、じっくりと、監督、じゃあ、曲前に一言何か、起きてますか？こっからが重要だよ。こっからだよ。絶対聞けよ。深夜、シャンデリア。皆様お聞きの放送は、川崎 FM、FMKC です。79.1MHz で、ここ、武蔵小杉駅前にあります。タワープレス1階の小さなスタジオから、あなたへ。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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私、岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。熊本市でも。八尾市でも、皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、 Listen Radio のところを開いてください。そして岡村陽一のシネマストリート専用サイトがございます。岡村陽一のシネマストリートで検索していただくと行くことができます。ここでは今日今ビデオが回ってまして、先週の放送なんかももうお聞きになることができますので。先週のゲスト誰だっけ、ゲストは誰だっけ、うん、先々週は手塚誠さんでしたね。はい、そうですそうです、うん、誰だっけ、できます、誰だっけなんとか言っちゃって超ひどいね、必ず思い出しますから大丈夫です。そうですね、ということで、ぜひ一度映像でこのシネマストリートをお楽しみいただければと思いますが、今日は絵的にはどういったらいいんでしょうか。危ない二人と少年のようなオオカちゃん今日少年っぽいですよね。そして意味不明な私と滝巻が後ろに鎮座増しましてるというようなシュールな絵になってますが、ここからの放送は都合によりシュールになると思います。伊藤千翔監督とお会いしたのはバブルのど真ん中でございまして、岐阜の映画祭 で、 そうです、ね、伊藤さんと山本雅史監督とか、確かに黒崎良さんとか、そう、黒沢さんと思いましたね。すごいメンバーで28年ぐらい前、はい、もうバブルのど真ん中の頃に、とにかくあの頃はね、なんかね、映画祭っていうのはいっぱい、まあ、今もありますけどあって、僕はだいたいそういうの司会してて、で当時自分がやっているそのタイトルが失礼した番組が深夜放送やってたんですけど、ヤングスタジオ1431、なんか怪しいな、ね、これを高山で清水光子さんが聞いてたっていうですね、なことはいいんですけども、そういう岐阜放送の番組出てもらったりとかしてて、でも大体終わって、飲んで休校を温めていくという、休校というか、まあ、親しくなっていくというパターンで、伊藤さんとも 2,3 回飲んだような気が、そうですね、はい、ありまして、山本雅史さんとも大いに盛り上がったんですけど、その後私は数年後に東京に来て、ずっと今も地べたを這いずり回って、まあ、このシネマストリートという番組は1999年から、
ておりますけども、伊藤さんは、名前を変えられて東次郎という、はい、東次郎って名前でちょうど28年間、うん、あのゴンドラで、うん、あの時作った5000万の借金の、うん、結局公開で半分ぐらい残ったんですよね、うん、ああそう、はい、2500万ぐらい借金を作ってしまった、残りましたね、うん、でそれを返すべきっていうか、うん、一番最初そのちょっと紹介があって、うん、アダルトビデオに関わったんですけど、うん、借金を返そうと思って始めたのに、うん、今度 AV ってまた世界でもハマってしまいまして、うん、取れば取るほど赤字になってったんですよ。え、僕は、名前変えてなんかテレビのインタビューでテレ朝のね、はい、なんて番組だったっけ、11PM の同じような時間帯でやった番組があったんですよ。トゥナイトだ、はいはい、トゥナイトとかなんかインタビューに答えてらっしゃる、はい、山本慎也監督とか出てる番組でというのを見たことがあって、はい、当時のって、あ、これでも伊藤さんじゃんと思って AV 業界について答えてらっしゃるのがあったんですけども、僕のイメージだとそこで儲かって借金は1年で返せましたって話になるかなと思ったらそうではない。いや、やっぱり15年ぐらいかかりましたね。はあ、2500万返すのに、はい、かかりましたね。結局ね、制作費もいっぱい僕もらってる方だったんですけど、うん、使っちゃうんです。何に？美術だとか。あ、凝っちゃうんだ。セットを建てたり。安く作ろうじゃなくて、ちょっとやっぱりこだわりがあって。こだわりがあって、もうガン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 もう作っちゃうんですよ。うん、そうすると、もらった制作費よりオーバーしてんですよね。うん、そうしたら何もならないじゃないですか。無意味ですね。それは大林信彦さんと一緒だ。ダメだ。大林さんもね、こうついつい頑張っちゃうっていうかね。うん、でもそういう、現場で行くと、ちょっと本当に比べたら、本当申し訳ないんですけど、僕、一昨年から自分で作ってんですよ、はい、自主映画で自分の主演、最初で最後の主演映画というのをベトナムとスウェーデンと先月台湾に行って、誰か来てる、あ、カメラが落ちてきたレンズが落ちてきましたね。おばちゃん喋って、うん、はい、今何の話してましたっけ。だから岡村さんが自主映画作ってるみたいな。それでやってて、スウェーデン行ったり、もうやっぱりお金かけれないんですけど、ずっと昨日も一昨日も監督と電話して話してたんですけど、悔いのないようにしたいっていうのがあって、自分の中でこれ作るんだったら、うん、後になってじゃあここで何か何枚かケチって、ああすればよかったって後で思いたくないっていうのがあって、うん、そういうことってありますか。いや、もうね、不思議なんですけど、うん、自分が、うん、要するに経営をやってたり、うん、全体のお金を預かってるはずなのに、うんうん、やっぱり自分が取るってなるじゃないですか、うん、全くこれがいくらかかるとか考えたことないし、チャンネルが違うんでしょ。いや、全く違いますね。ああ、そうか。だからいわゆるプロデューサーとしての東次郎さんと監督しての東次郎さんが別人格のようになってしまう。で、もしかしたらそのプロデューサーとか制作的なものはゼロですね、うんうん、あ、感覚が始めからない。ないんですね。壊れてますね。よく28年間やってきましたね。いや、だからやっぱり途中からそれに優れたやつとちょっと組むようになって、助けてもらいました。もうちょっとラインプロデューサーというか、お金のことを考えてやるという。はい、うん、そうですね、うん。そんな伊藤監督、東次郎さんを見て、俳優の日野さんはいかがでしょうか。腹の底でこいつバカだなと思って。いや思ったのいや、でも無理ですよね、伊藤さんがね。伊藤さんがそういうお金のことを考えるなんてのは想像つかないですよね。うんうん、まあそれはもうプライベートも全て含めてですよね、うん昨年度のね忘年会シーズンも随分ごちそうになりました。伊藤さんには何言ってるんですか。うちの若い子たちもそうだ。すいません、それ居酒屋じゃないんで何言ってるんですか。だからそういうところじゃないところがに惚れてるという部分はあります。金だ金だっていう人多いじゃないですか、うんうん、なんか豪快な感じしますもんね。いや、そうですね。だから今回のね、この35ミリをね、うん、新しくした時だって僕ちょっと横で聞いてましたけどね、いくらかけたらどうなるっていうことではなくて、とにかくお金のことじゃないと。でも正直言って、その僕は28年前、今だんだんね、古い自分がね、古い思い出が、ね、急に蘇ってきました、はい、28年前にこのゴンドラというのはこれ35ミリで自腹ですよ、はい、取って、はい、僕の記憶力の自慢していいでしょうか。これはコダックのフィルムでしたね。コダックです、ね、コダックで焼きにはこだわったっていうことをおっしゃってたじゃないですか、はい、うん、そういうのをなんか特集で話した記憶がある。それでその時でもものすごい金かかったってことをおっしゃってたんですよ。で、5000万って聞いたことがあってんで、それは、いや、もう自腹ですよって言って、その時に、今のね、その後の作品もそうですけども、あとで自分が困るっていうことは、考えない。考えなかったですね。考えない。全く。考えなかった。うん、なかったですね。それは何なんだろう。普通、
ちょっともう一人の自分がやめとけよって言うと思うんですよ、必ず。自分が被るんだぞと、誰かがね、何か、なんていうか処理してくれるわけではないからと。その辺は何だろう、自分の、そこは自慢なのか欠点なのか、どっちだと思います？いや、もう欠点かもしれないですけど、うん、まあ、ゴンドラの時はこのやってくれたかがりちゃんという女の子役の子に出会って、うんうん、この子を撮るんだということにもう舞い上がっちゃいましたね、うん、もう全てですね、そうですね、うん、それってね、もう画面にも出てる、うん、このやっぱり対象をどう愛してどう撮るかということが全てじゃないですか、映画ってね、うん、さあではこの曲を聴いた後、ちょっとじっくりとゴンドラの話を、はい、エイミーバックトゥブラック、いやかっこいいな、今日選曲素晴らしいですね、めっちゃ素晴らしすぎて、うん、明るいニュースが増える、元気な子供たちが増えると元気な大人たちが増える、子供たちの明日がこの星の明日を変えていくんだな、めちゃくちゃ優しい、いい人だ、明日を作るお手伝い、ミキハウスの仕事です、ちょっとじゃあストーリーからいきますよ、あ、そう、これチケットいいんですか、なんか、すみません、ありがとうございます、リスナープレゼントにしてください、はい、ありがとうございます、1月28、今週の土曜日からということですね、はい、1月28日今週の土曜日からユーロスペースで、そして2月の11日からポレポレ東中野でですね、30年ぶり、およそ30年ぶりで上映されます、うん、伊藤師匠監督、現在、東次郎さんという名前なんですけどの第1回監督作品、ゴンドラはこんなストーリーです。リョウっていう男の子が、男性がいたんです。その方は毎日ゴンドラに乗って東京のビルを清掃しているんですね。で、小学5年生のかがりっていう女の子が、学校のプールの時間に初めて、あの女の子がね、必ずある生理になってしまったんですよ。で、同級生にえーとかからかわられる、からかわられる、いじめられるんですね。で、マンションに帰ると飼っていた鳥が傷ついていることに気づいて、ちょうど亮があのマンションからこうマンションの掃除をしていて、ちょうど目が合うんですよ。で、一緒に病院へ向かうんですね、鳥を連れて。で、治療費を払うんです。で、しかし鳥は死んでしまって、で、冷蔵庫にあの入れ、もうね、離れたくないから鳥と一緒にお弁当箱に入れて、お母さんの大事なお弁当箱にこう入れて冷蔵庫に収めるんですけど、ね、捨てられてしまうんですよ、母親に。で、もう大事にしてた鳥なのに捨てられて、でもうムカついて、ムカつきもあるしショックもあるし、お家を出てしまうんです、家出してしまって。で、亮とそこで再会して、彼女は自分の、あ、その亮の故郷にですね、青森県の下北半島へあのかがりを連れて行くっていう。さて、その後どうなっていくのでしょうかという話でございまして、はい、このかがりのお母さんを、木内みどりさんという、うん、まあ大好きな女優さんですね、そして、この亮のお父さんお母さんを佐藤秀夫さんと佐々木すみれさんというですね、もう名優2人が揃ってやってるという、これだけ聞くと、ああそうなのか、そうなのか、ああなのかと思うんですけど、そういう映画じゃないんですよね、そういうなんか、なんて言うんだろう、ストーリーを追っていくというよりも、ではなくて、うん、どうでしたお母ちゃんこれ見て。私はね、うん、なんかこの5年生なのにすごい悲しい目をしていて、5年生って普通生き生きしてるじゃないですか、うわーってなんか変なことしたりとか、でもすごい悲しい目をしていて笑わないし、この笑わないの、なんで笑わないんだろうってずっと見て、これが原因なのかって思って。で、なんか一番悲しいシーンがあった、私は記憶に、なんていうんだろう、すごく残ってるシーンがあって、で、なんかその亮と一緒に青森の下北半島に行くシーンあるじゃないですか。その時にその亮のお母さんが一緒と一緒にお風呂入るんですよ。
そのシーンでなんか全然笑わなかった女の子が生き生きとあのそのお母さんと話してて、本当のお母さんかのように喋ってるシーンが泣けてきて、普通に会話できるじゃんとか思いながら、なんか普通の小学5年生だなって思えたシーンがすごく涙が出て感動したシーンなんですけどね。大林信彦監督はこの映画についてこうおっしゃってます。まるで10歳の少女そのもののような映画だ。ぶっきらぼうで頑なで挑発的で挑戦的で、だから限りなく優しくていたわり深くて、真の底からリアリストであるがゆえにとどめなくロマンチシズムを紡ぐ。10歳の少女はそれ自体奇跡だ。その少女の目から人間を見た。その時、例えば海は固有の物語となった。そこにこの作者のこだわりがある。ギクシャクしたそのこだわりが一つの生命力を持ち、音楽となり言葉となった。その言葉に耳を傾け、その心の響きに耳を澄ます喜びがこの映画にはある。美しい映画だと僕は思う。さすが大林信彦ですね。もう的確に捉えてて揺るぎないっていう感じしますけども、このどうしてこの映画を撮ろうと思った、かがりというね女の子に惚れちゃったということあると思うんですね、監督がね。それ以上にこのストーリー、このなんかミリフィーユのように重なっていくこの映像っていうのは、どうしてこれをお撮りになろうと思ったんでしょうか。その30年前、うん、バブルの全盛期でしたけど、うんうん、もうすでにあの時にこんだけ大都会の中で大勢の人間が詰まっているのに、みんなが全部心を閉ざしてる、はい、上辺だけの付き合いはしてても本当の心を割ってのコミュニケーションがどん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 できなくなってるっていう危機感は感じてたんですよ。でそれの象徴がもうまさにブラックホールみたいな、あの閉ざされた目をしてた彼女の心が全てのシンボルだと思ったんで、うん、やろうと思ったんですよ。なるほど、はい、なんかね、なんかお母さんを私は憎んだ。あのお母さんにも、そのかがりちゃんのお母さんもすごくいろんなこう人生を歩んでて、なんかこういろんな悩みを抱えてるかもしれないけど、あなた子供を産んだんでしょ、最後まであの育てるのが親じゃないのって、なんかどんなに仕事が忙しくても抱きしめてあげたりとか、今日どうだったって聞くぐらいはしてよって思いました。でもそれでほら人間だからさ、うん、本当は誰よりもかがりちゃんを愛してるし、うん、傷つけたくないし、うんと褒めてあげたりしたいのに、時には裏返して彼女に一番ひどいことを言っちゃったり追い詰めちゃう。ただね、あの母と子と見るんじゃなくて、あそこのお母さんは言ってみると都会のイライラ、日本人がもうバブル期から抱えてたある種の苛立ちみたいなものの象徴なんですよ。でかがりは、かがりを守ってると、かがりのあの悲しい目ですよね、あの目っていうのは本当になくしちゃいけない、なんか最後の一滴みたいなものだと僕は、それメタファーを描いてると思いますよ、そういうことで言うとね。監督がさっき話しておっしゃってたことが、うん、そのお母さんは大人になりきっていないって言ってたじゃないですか。で大人になりきれてなくても母親になっちゃうわけよ。なっちゃう、ね、これは困ったことで、ね、それはしょうがないですよ。30年前スマホとかなかったけど、なかった。今ね、これ僕30年ぶりで見て、あの映画って鏡だなと思って、30年前の自分とまた合ってるような気するんですよね。この映画にやっぱりビビッと来た時の自分と合ってるんですね、うん、で日本はそのまあ豊かにはなって、清潔で豊かになったで便利になったのは間違いないんだけども、状況としては良くなったとは思ってる人はあんまりいないんじゃないでしょうかね。精神的にもっと寂しくなってんじゃないか、スマホが。逆に言うとだから、スマホもそうだけど、うん、ね、人とコミュニケーションするツールは LINE があったり、うん、Twitter があったり、うん、いろんなもんが、メールもあったり、うん、あの頃何もなかったよね、うん、でそういうツールが増えたのに、余計人と本当に腹を割って喋らなくなった。そうですね。だからファミレス行っても、うん、電車の中でも誰とも口聞かないでずっと携帯見てるもんね。カップでファミレスで2人行ってなんか頼んで全く会話せずにで食べて出るっていうカップも普通にいますからね。いる、それが普通じゃない、うん、ねえ。でも異常ですよ、それは。そうですね。ひどいのが、あの2人お互いで、お互いいるのに面と向かってね、あのスマホで会話をするっていう、ねえ、やばくないですか。やばいですね。 LINE で会話してるでしょ、うん、あと一つこのセリフが少ない映画なんですよ、ね、ああ、そう、ね、これが確かに、あの海外でもこの映画もちろん評価されてるんですけども、海外で評価される、日本映画はだいたいセリフが少ないなという、例えば北野武監督の花火なんかもそうなんですけども、この最後になってきてもセリフがもう全くなくなってきて、あの東北の
素晴らしい自然とずっと見ていく中で、その特にどんな結論っていうんじゃなくて映画が終わっていくんですけども、だからちょっとまあこれよくこの場面で申し上げるんですが、僕ら映画を見るときにもうほとんどはアメリカ映画にもしも文法があるとするとアメリカ映画の文法で見ているんですね、どのような映画も。まずなんだけどもこの映画はそうじゃないですね。その辺はどうでしょう、絵を重ねていくっていうことですね最後、うん、僕自身が、うん、今アメリカ映画と言われましたけど、うん、僕自身がやっぱりものすごくずっと好きだったのが、うん、フェリーニだったり、うん、やっぱりそういうヨーロッパ映画が圧倒的に多かったんで、うん、僕の中にある映画の原風景っていうのはその説明しない感じさせるのが映画だっていうのはありますよね、僕もそうですね、映画は目で見るものだと思ってるので、はい、人どうですか、キューブリックなんかは。キューブリックも大好きです。キューブリックの例えば2001年宇宙の旅の最後までセリフはもう全くなくなって、はい、わけわかんないんですよね、はい、わけわかんないんだけど何かを感じるというね、うん、でもう僕は圧倒的にそっちが好きなんですよ。でこれこれこうでこうだって全部ね、セリフ劇の映画ももちろんあってもいいんですけども、説明するんじゃなくて何かをこう感じて終わるというのが、例えば沈黙サイレンス、アメリカ映画ですけども、これもかなり感じる映画なんですよね、セリフは出てくるんですけど、だからこのそこにほとんどの人がやっぱアメリカ映画の文法で見てると、その人たちが見ると、これなんか最後一人よくわかんないけどと、多くの人は観客の普通の観客は、俳優を見に行って、ストーリーを見に行くんですね。で、そうじゃないところで、まあ、あえて言うと勝負してる映画なんですよ。この辺はどうでしょう、やっぱり自信があった、絵で見せるという。自信ありましたね。うん。そういう意味じゃ。だから、映画の感想を言ってもらうというよりも、うん、この人映画を見ると、その人の自分の人生がフィードバックするんじゃないかな。そうですね。うん。それはありましたね。だからその30年前初めて公開した時に、うん、もうアンケートの数が半端なかったんですよ。そのすごい量が集まって、みんなね、映画の感想じゃなくて私もかがりちゃんだったから始まって自分のこと書いてるんですよね。監督メッセージいただいた時に、そのどういうメッセージが一番嬉しかったとか印象的だったとかありますか、そのゴンドラの映画。いや、そう、比較できないです、うん、みんなそれぞれの思いを書いてくれてるから、うん、もう全部宝物ですよね、うん、それがちょっと他にない映画ですよ ね普通、最後のね、なんとかで泣けましたとか、最後かがりちゃんが幸せになればいいと思いますっていうのが普通の感想なんですよ。だからもっと言うと、かがりちゃんとこのりょうだっけ、この男2人の、下手すんだな、ロリコン映画だみたいな批判があるかもしれないけど、そうではなくて、この2人の、ある種の心の触れ合いの映画であることは間違いないんですけど、もっとね、次の次元に行ってんですね、映画が。これは非常に珍しい、日本映画としては。だからそういう意味で言うと、2001年うちの旅に似てるなと思いますけど。ヒロさんどうでしょう、いや、今皆さんの話伺っててね、僕もそうなんですけど、例えばそのシーンを見て何を思い出すかっていうものをやっぱ感じるんですよね、うん、みんな何かをね思い出してる、例えば自分のこととかね、そうですね、うん、思い出すんですね。それが面白いなっていう、僕よく言ったんですけど、僕このゴンドラという映画を誰の監督かを知らないで見ても、僕は弟子ですから当たり前なんですけど、これ絶対伊藤千代の映画だって僕は分かるんですよ。それぐらいのやっぱり伊藤さんの作り手としてのこだわりとか、まだ伊藤さん自身も見えるんですよね、僕はこの映画の中から、まあ、そこらへんのお付き合いをさせていただいたんで。それはどういう人ですか、言葉で言うとラジオなので。いや、まず堅くなですけど優しいですよね、頑固で優しい、優しい、うん、やっぱそれが後半に向けて、そうです、見た目は決して優しい雰囲気見た目じゃないかもしれない雰囲気が漂って、いや、だから映画見てもね、後半に向けてその優しさが加速していくっていうのは僕は感じるんですよ、ものすごい距離で優しさが、そういうのもう重なっていくって言いましたけど、優しさですね。30年前にね、名古屋の審査会にある名演小劇場っていうちょっとちっちゃい劇場みたいなところの上映で僕は見に行ったんですね、その時にまあ本当にまず一言、綺麗な映画というのがあって、でなんかね、シスターの方がね5人ぐらいいらっしゃったんですよ、そのどっかの近くにね、布池キリスト教会っていうのがあるんですね、名古屋の有名な、まあクリスマスの時デートのメッカになるところなんですけども、まあ僕も幸せな頃行ったことないんですけどそのね、シスターの方5人ぐらいがもう全員泣いてらっしゃったですね、終わった後で、それが忘れられないですね。何なんだろう、困った一本です、だから
困っている、うん、はいはい、でよく普通だとね、じゃあ例えばこう どうなったの、あ最後あっち悪いやつがいて、あ最後やっぱり最後殺された、この二人チュッチュして終わりかと、あ で何食べに行くっていう、あ面白かったっていうのがまあ多くないですか、映画館に行って、うん、そうじゃないんですよね、終わった後困った映画なんですよね、うんうん、僕ね岡村さんね、うん、そのお今度を公開して岐阜の映画祭なんかでもトークショーやらせてもらったじゃないですか、うん、でさっき言ったようにあの後 AV っていう全く僕も知らない世界に足を踏み込んだわけで、うん、最初は借金を返すためのきっかけだったんですけど、うんうん、そこで知り合う AV に流れてくる女優さんたち、うん、数知れなく会いましたよね、はい、そうするとびっくりしたのは、うん、それはみんなは楽してお金稼げるから AV 来るんじゃないかって一般的に思いますよね、まあ、はい、うん、ところがそういう子もいなくはないです、うん、だけどそうじゃない子がものすごくいた、それは居場所がない子なんですよ、うん、なるほど、そのやっぱり子供の頃から心に隙間風が吹いてて、それがいつしか AV に流れてくる子っていうのが、僕はびっくりしたのはこの映画の中のかがりちゃんが大人になってまだ居場所がないような子が AV にいっぱいいたんですよ、かがりちゃんがいっぱいいたってことですか、いっぱいいた、それは何だろう、どっかで自分を捨ててんのかな、いやまだなんか自分を何か探ってるのかな、自分を必要とする場所を求めてるんですよ、うん、この曲の後さらにボブ・ディラン One more cup of coffee、 カップスじゃん、 One more cup of coffee、 ボブ・ディランでした。僕も大好きな曲でね、欲望っていう名盤名アルバムに入ってますけども、さあその21年前にボンドラで第1回監督作品でデビューした伊藤智章さんが、東次郎というアルファベットの名前に変わって、AV を28年間撮ってきた、そしてなんとこの度もう一回一般映画に戻ろうかというお気持ちがあると聞いたんですけど、うん、決意をしました。それはなぜそう思った？いや、 やっぱりAV は28年間本当に僕にとって、うん、そのいい女の子たちともいっぱい巡り合えて、うん、それはそれで僕を必要としてくれて、うん、28年充実した人生でしたけど、うん、やっぱりそのゴンドラをやった後に2本目を取るんだっていう、うん、自分が思ってたものはやっぱりちょっと回り道しちゃったんですよ、うん、ですからその竜宮城から1回出て元いた陸地の靴を置きっぱなしにしてるとこへ戻んなきゃいけないなと、それが自分の中の宿題、忘れて宿題を取りに行くっていう、靴を着っぱなしにするっていうと飛び降り自殺みたいですけどね、でもそんな感じですよ。僕ちょっと正直言っていいですか、はい、あの30年ぶりであった俺ね、正直言ってトゥナイトで伊藤さんが AV をやってるって見てすごくショックでした、はい、あんなこうなんかもうたまらない映画を撮った人がなんで AV なんかにと思ったんですよ。思ったでしょ、思った、はい、でもまあ、 あのなかなか映画撮れなくて、そういえば借金があったのかな、食えないのかなと、で、伊藤さん会いたいけど、まあ、連絡取るのもなんだし、と思ってた。それからまあ15年ぐらい経ったかな今なんだけど、さっき話聞いてちょっとなんか心がスッとしましたね、うん、僕はやっぱり ある種英語を勘違いしてたかもしれないし、居場所のないかがりちゃんといっぱいあったということで、それはなんか言ってみると、まあ、日本のというよりも人間が抱えてる問題そのものかもしれないですよね。で監督あれですもんね、ニコ玉でもそのかがりちゃんみたいな、ニコ玉です、ニコ玉はあのニコ玉じゃない、ニコ玉川のことですあ、今やってるんですよね、あ、それちょっと説明しましょうか、今やってる、うん、あの今っていうかね、あのニコ玉は、うん、よく僕はあの東次郎と、あとあの、うん、ニコ生主の加藤純一君、うん、のんこちゃんという、うん、若者にすごい人気ある、うん、ニコ生主がいるんですけど、彼と一緒に番組を結構よくやってます、うん、それなんていう番組ですか。いや、まあ、その時タイトルいろいろまちまちなんですよ。じゃあニコ生で、東次郎さんで検索すると、加藤純一君と二人でやってるの検索すると出ます。時々見ることができる、見ることができます。ニコ生は自由でいいですか。いいですね。そうですか。というかやっぱり聞いてくれるのが、うん、あのやっぱり引きこもりのニートだったり、うん、若い子がゲーム好きが圧倒的に多いんですよ。で今度はやっぱりね、僕今回のリバイバル公開も、うん、そういう子たちにぜひ見てもらいたい。そうですね、うん、ちょっと前映画なんですね。だからはっきり言って、はい、あ嫌いっていう人もいるかもしれない。いや、いいんです、嫌いで、うん、それとちょっともう一つ重要なのは、あの亡くなったレモンヒデさんがいらっしゃいます、はい、だからこの映画のちょっと後ですかね、あのヒデとロザンナっていう、はい、もう有名なデュエットのグループの、40歳代で亡くなられましたね。もうこの映画の後すぐ亡くなっちゃったんですよ。そうですね、はい、だから
そのこの映画の出方もなんかちょっと過去の回想みたいな形で出てくるので、言ってみるとでもヒデさんという人のキャリアにとってもこの映画というのがあるというのはとても僕は良かったかなというふうには思うんですけどもね。すごくまあなんていうかミュージシャンの役なんですけどもね。そうですね、うん、でも優しい感じのね、いいハンサムなお父さんとして出てらっしゃるんですけどもね、どんな映画作ります？次ですか、うん、あのちょっと言わせてもらうと、思ったのは昭和38年から9年、一番最初に東京にオリンピックが来た、あの年、あの時の、高度成長が始まる、みんながそのオリンピックが来るって浮かれてるって言いますけども、実はその中でオリンピックどころじゃない、もう病んでて苦しくて生きることに必死だった家族の話をその世界で白黒でやりたいと思ったんです。三丁目の夕日じゃないぞ。ないです。全然違いますね。もっとリアリズムのスーパーヤバいやつをやりたいと思ってます。日野聡さんはどんなに出てるんでしょう。いやでもね、坊主にしてください。あ、いいですね。全然しますよ。いや、それは、今、お菓子ほろきでね、さっきの、僕が短かったんですけど、そこでも、来年オリンピックが開催されるってセリフがあって、いや、本当そうですよ。それ、今の東京とリンクしますよね、まさに。そうですね。いや、地下道でね、本当に裸足の子供たちが普通にいたっていう時代で開催しますよ。でも、たかだかまだ、50年ぐらい前なんです。そうですね。だから僕の中で、日本っていうのは、どこの方向へ向かってんのかな、もう一回原点に戻りたい。でも、映画は一律化になりますよね。はい、あるいは未来を指し進めすことができるのは僕は映画だと思ってる。そうですね。でもう一回こうやって、もう一回こう、リベンジしようと、脱いだ靴を履きに行こうと思ったのは、やっぱり還暦を迎えたってこともあります。あ、大きいです。あ、そう。僕は、自分の親父が61で死んだもんで、いつ死ぬか分かんない。もう最後好きなことやってやろう。どうしよう、俺も同い年だ。そうですよ。いつ死ぬか分かんないよ。でもね、60過ぎても、ね、これからがスタートですからね。なんか岡村さんはマイナスに取りがちだから、監督みたいに。ジジイはミイラじゃない。監督みたいに。声がでかい。弾けちゃっていいと思いますよ。わかりました。はい。じゃあ、弾けましょう。もういいです。1月28日からまず渋谷のユーロスペースで1週間限定で労働省で始まるんですけど、前の日に前夜祭がある。はい、前夜祭が前の日の27日の夜中ミッドナイトです。今週の金曜日です。はい、詳しくはゴンドラで検索していただくと、あるいはユーロスペースで、ユーロじゃない、ゴンドラ前夜祭で、ゴンドラ前夜祭で検索していただくといいですか、はい、あとロフトですね、ロフト9、ロフトはいつですか、それはそこでやる、ロフトでやるんだ、ごめんなさい、ユーロスペースじゃないですね、失礼しました、ゴンドラ前夜祭で検索してください、監督からなんとチケットプレゼントもございま す、ね、すこの曲の後クイーンボヘミアンラプソディ、この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお持ちしておりますが、監督からですね、この映画ゴンドラを何名様5名の方に入場招待券をプレゼントいたします、はい、プレゼントご希望の方は今から申し上げる住所に必ずゴンドラ希望と書いてお送りください。来週のこの時間まで有効とさせていただきます。すべての宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで、ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 044-711-1400、E メールアドレスはすべて小文字で kisti@kawasakifm.co.jp までお待ちしております。というわけでちょっとお父さん感無量ですよ今日は。選曲も素晴らしい、ね、素晴らしい、もうセンスが溢れてますね、伊藤さんのね、いや、人は見た目で判断するなんてこういうことですよ。どういうことだよ。どういうことだよ。せっかくいい雰囲気だったんですが、最後、険悪なムードで終わります。本日のゲスト、日野聡さん、俳優の方、そして、はい、30年ぶりの東次郎、伊藤千代監督に来ていただきました。皆様、1月28日からユーロスペースで始まります。映画、ゴンドラ、超おすすめの一本です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また、岡村陽一の、シネマストリート。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いかがでしたでしょうか。今日は割と硬い話から柔らかい話まで、さすがシネマストリートだろうっていう、幅広すぎだよね。番組だったと思います。神と宗教から AV まで。アメリカはどこへ行くのか、日本もイギリスもどこへ行ったのかみたいなね。はい。それができるのがシネマストリートだと思います。はい、唯一無二の番組です。はい。シルマンカミノブさんでした。ありがとうございました。さあ、そして滝巻。
今日は沈黙即取、はい、しましたが、お疲れ様でした、うん、もうなんか10点ってやっちゃいましたけど、なんか見どころ満載というか、うん、もう絶対に見てみんなに考えてもらいたい、そしてみんなちゃんと考えなきゃいけない人間になろうみたいな、はい、真面目な番組でしたね今日は、はい、言い過ぎました、いや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 さあそしてですね、これネットに出ます一言コメントいただいております、日野聡さんいかがでしたでしょうか、番組初登場、はいどうもありがとうございました、うん、めったに見えない映画ゴンドラです、ぜひ見てくださいお願いします、はい、そして、30年ぶりで会いました伊藤千翔さんいかがでしたでしょうか、もうとにかく岡村さんと再会できて最高でしたね、もう AV を撮ってる俺のことを、うん、もう嫌で、うん、会えなくなっちゃうかなと思ったけど、うん、お話ができて最高でした、いや個人的にはずっと会いたいと思ってました本当に、はい、ちょっと今目頭が熱くなってしまいましたけども、もう一回なんかこういうチャンスがあって嬉しいし、ぜひ次の作品も楽しみにしております、頑張ります、はい、そしてまた出た下から映すパターン今日は風邪なのに頑張ってくれました、おうかちゃん、いや人生をいろんな経験されてる人の言葉だなってすごく思っていて、うん、監督はだからそんなに人にも優しいし言葉にも重みがあるし経験してたりとかしてるから、だからなんか今これからの世代をにいっぱい指導していってほしい監督だなって思いました、はい、もっといっぱい怒ってほしいです、怒ってほしい、はい、あまり怒られたくないんですけどまあでも、さっき島岡さんが言ったように最初は宗教とか神の話して AV 業界からでももう一回神の話に戻ったような、感じがします、今日は神ってる、ゲストに来ていただきました、神ってますシネマストリート幅広くてよかったと思います、来週私の盟友遠藤一平監督が登場します、お楽しみに。